ハリー流地球の前方のハリーです。ホーチミンに来ています。今日はホーチミンのクリスマスお届けしたいと思います。街は人でいっぱいでした。日本のクリスマスとちょっと違うベトナムのクリスマス、ご覧ください。はい、こちらホーチミンにあります視聴者です、目の前にはホーチミンさんいます。ホーチミンでね、一番賑やかな通りの一つです。今日ね、クリスマスということもあって、まあ、いつもですけどね、ここはね、人がいっぱいです、夜になると、こちら夜のイルミネーションとかたくさんあるところ一つです。行ってみたいと思います。はい、たくさんの人がね、来てますね。クリスマスっていうことでイルミネーションしてるっていうよりも、いつでもこんな感じですけどね、特にクリスマスは人が多いなと思います。ホーチミンはね、夜どうしても早く閉まっちゃうことが多いです。ただこの辺の第一区って言われているこの辺のエリアはね、遅くまで空いています。この辺りから、ベンタイマーケット、それからグイビエンストリートとか、夜たくさんの人が、歩いています。この一つ裏にはデダムストリートがあります。行く前です。クリスマスらしい装飾が綺麗です。グッチの前も綺麗なイルミネーションでいっぱいです。こちらはサイゴン大教会です。右側には中央郵便局もあります。雪のクリスマスをイメージしてる。メリークリスマスって書いてある、ここにね。綺麗な、左側には綺麗な電飾のクリスマスツリーも見えます。こちらはレックスホテルです。クリスマスの飾りが綺麗です。はい、ホーチミンのクリスマスいかがだったですか？すごい綺麗だったでしょう。さ、ハリーは世界中の面白いところいろいろ回っています。世界、ハリーと一緒に世界を迷ってみませんか？チャンネル登録お待ちしています。ハリーでした。